一番多かったんですけど、なぜ加工した声を使うのですかっていう質問がすごいあったんですよ。どうなんですかね、最近多いですよね、すごく多いですね。ね。僕なんかオートチューンオートとチューンですね。か、ハーモニーエンジンとか、メロダインとか。みんなね、学生そういう名前を知ってるんですよ。ただ、うまく使ったことがなくて、っていう。なぜ加工した声を使うのですかっていう質問があったんですけど、なぜって言われても困る。だ結構こうエレクトロで結構好きなのでダフトパンクとかそういうのも好きなんですけど、やっぱその辺の人たちをみんなあのボコーダーかましたりとか、そうだよね、そういうのが主流になってるっていうのがあるっていうのと、やっぱこういうエレクトロミュージックってこうなんとなくこうボーカルもこうあんま生々しいと結構うまくバランスが取れなかったりするんですよ。そうだよね、無機質な感じの歌謡曲になっちゃうしまうんですよね。なんか普通に打ち込みやってる歌謡曲みたいに近くなってくるんで、やっぱよりこうなんか無機質な感じにボーカルもなった方がこうハマるような気がしたんですけどね。やっぱりレコーディングの順番だと、さっきこう例えば歌物はこうギターで作るって言ったんだけど、歌を取るじゃない、レコーディングをする時のトラックとカンパケで出てるトラックって全く違うものなんですよ。曲によりますね。なんかそのままいい感じでいけば、そのままの方向性でいくし、全然変わっちゃう時もあるし、それはやっぱ歌取ってから随分変わるんですよね。歌の雰囲気とかがによって、歌の加工とかによってどんどんこうイメージが変わってって、こうなんか最終的には全然違うものになったりすることもあって、ボーカルの人に怒られたりすることもあるんですけど。ギターとかも切り張ったりとか。ギターとかもそうですね、ちょこちょこ入れますね。アコギとかが僕入れるのが結構好きで、意外になんかこうアコギをこう切って、こうなんかこう無機質な感じするのがなんか自分の中ですごい好きで、自分で弾いて、自分で弾きますね。でもそんなストロークとかじゃないけど、こうちゃんちゃん単発で弾いてって、それをもうブチブチ切り取ってやったりするのは結構好きでやってますからね。細かい作業だよね。細かいですよね。そうですね、でどんどん取ってて、そこを切って、そうですね、貼っていくってことだもん、ね。貼ったらサンプリングしちゃう。サンプリングしますね。うん、普通に取ったらラダダラダっていうアルペジオも、ダーンダーンダーンって一個一個取ってて、普通に弾けばいいんですけど、なんかそうすると逆に生々しくて嫌で、なんか一個一個単音ずっと取ってって、それをアルペジオでこうパンニングで振りながらダラダダラダダラダって鳴らすような感じでやっ。たりとかは結構しますからね。まだ、ね、やっぱり新しいアイディアというか、自分の中に秘めてるこういうことやってみたいとかっていうのとか、ああこれからですか。なんか別に具体的なものはないですけど、でもやっぱ自分の中でこうどんどん進化していきたいっていうのは随時あって、もうファーストとセカンドでもえらい違いだし、で次やってるのはもうまたちょっと違う感じで、さっきも言ったようにちょっとバラードみたいなのも入ってるし、でそのロボットボイスみたいなのはもうほとんどやってないですね、次の作品は。逆にそういうのをやらないで、なんかこうちゃんとこうでも何こうジャンルはガラッと変えないで、ちゃんとアービーらしさってのは残して、こうなんかもう次の展開に行ければなみたいな感じでやってますけどね。やっぱり曲を作らない人からすると、どうしたら曲を作ることができますかとかいう質問もあるんですけどね。それは頑張るしかないですよね。頑張るしかないですよね。どうしたらって僕も分かんないですし、同じだと思うんですよね。なんかでそういう人はね、さっき言ったアップルループとかね、素材に触れながらなんかやってったりするとね、分かりやすいですよね。分かりやすいですよね。こうアルバムのこうジャケットがこうあるんです。これデザインは自分でやったりとかするんですか？デザイン、まあなんかアイディアみたいなのは自分でやるんですけど、でもちゃんとした人に、この辺ポリフォニックシティはここにいる僕の、よく PV を作ってくれてる S さんが、S さんが、はい、ということで、S さんがいらっしゃってます。こんにちは、S でございます。硬いな。よろしくお願いします。実はS 君も僕がアービーと知り合った頃から、ね、また友達みたいな感じなんですけど、アービーの作品は PV がこうあって、それは全部、そうですね、 PV は全部作ってもらってますね。やってるという感じです。やっぱどうですか、こうもう、まあ、長く知り合いの PV を作る感覚というか。それはアービーのっていう、そうアービーのはね、ぶっちゃけすっごい難しいのね。
まあそのアービーのサウンド自体が、うん、まあ常に次世代であり続ける感じだから、うん、それについていくのも大変だし、うん、あとね、あの彼からお題は投げられないのよ。あのあ、オーダーがないってこと？ お題が投げられないから、うん、僕の、 あのイメージした通りで作るんだけど、うんうん、それが逆に難しい。なるほどね。例えばなんか企業関係とか、うん、そういうところだと、まあ、もう素材あるし、あの伝えたいメッセージあるしっていうことですごいポンポンポンって進むんだけど、うん、彼のは全くないから、うん、あのそういうところでもう難産なのよいつも。なるほどね。なんか僕の曲をどういう風に感じて、うん、どういう風にこう映像にしてくれるかっていうのが逆に楽しみで。なるほどね。いいようにやってって感じで、うん、大体そういう感じだから、うん、で、まあ、大体かっこいいのを持ってきてくれるんで、だから大変っちゃ大変だよね。大変っちゃ大変だよ ね。演奏のクリエイターはそうか、そうだよね。まあ PV 作ってる人とかもテーマが先にあったりとか。今回あれだもんね、あの CG っていうのは言い方は正しいのかな、グラフィック、モーショングラフィックって、うん、まあそうで作ってるじゃない、うん、やっぱだからそういう色使いとかはその曲からインスパイアされる、うん、そういうことになるかな、うん、なるほど、うん、その映像クリエイター、うちの学校にも映像のクリエイターを目指してる子もいるんですが、映像クリエイターになりたい子からの質問も来てるんで、せっかくなんで答えていただきたいなと思うんですが、まず映像を作ろうと思ったきっかけは何ですか？みんなこういうの聞きたがるな、うん、きっかけというか、まあ、僕もともと音楽やりたかったんだけど、うん、で、あの、まあ、いわゆる DTM を、うん、あの結構前にやってたのね、うん、まあ、その時 Mac が、機種7290とかっていうのを使っていた時で、うん、その時まだビジョンとかあった時代、ね、もう十数年前ですよね、うん、で、まあ、自分で打ち込みとかやってたんだけど、うん、まあ、やっぱちょっと音楽の方は、うん、ちょっと俺は無理かなと、おうおうおう、と思って映像に行ったんだけど、うん、ただ映像は聞いてると、うん、自分の頭の中で勝手に PV できるのね、うん、まあ、見えるんだ、なんか見えるっていうか、なんとなく作るの、うん、PV を勝手に、うん、まあ、だからその時に、まあ、VJ というものが出始めて、うん、じゃあクラブで VJ とかやってみようかと思い立って、そ VJ やり始めたのがきっかけで、まあ、今に至るっていう感じだね。音楽に合わせる映像を作る際に気をつけていることはありますか？まあ PV に関して言うと、まあ、アービーの以外はあんまりやってないんだけど、うん、アービーので言うと、まあ、世界観をどう構築するかっていうところかな、うん、あ、なるほどね、うん、今までアービーから NG 食らったこととかってあるんですか？細かいところは、まあ、細かい、大体できて、うん、で具体的にちょっとそういうのが出てくると、うん、ここのところすごい綺麗だからもっといっぱいやってとか、そういう細かいことなんだけどね。もうこれダメだとかってそういうのはないですね。いつも通りやってくださいって。あ、なるほどね。かっこいいのやってねって感じでこうお願いだからね。多分ね、多分頭からするとここまでトークしてるんだけど、S さんが作った PV がこう画面の中流れてて、多分僕たちこのどっかに抜かれてる感じでよくあるから、はいはいはい、あの対談番組みたいに多分なってるはずなんですよ。あ、じゃあ僕たちの方がちっちゃいんですかね。そう、僕たちの方がちっちゃいです。それの方が僕は嬉しいです。逆だったりしてね。逆、まあ逆だと、ね、まあでも、いろんな形で多分編集はしてくれると思うんですけど。お願いします。はい、ちなみにその S さんも、今日は PR がありまして著書を出されたという。そうですね、うん、これはどういう感じの著書なんですか？ですね、今まで、まあ、本屋には、うん、アフターエフェクトとか例えばプレミアとか、はいはいはい、そういうものに関しての扱い方の本はあったんだけど、うん、素材自体はないよねっていうのがあって、で僕今までまあ VJ をやってまして、うん、でまあ、数年前から、うん、その自分が使っている VJ 素材を、うん、まあ、あのサイトにアップして、まあ、自由に使ってくださいと、はい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 、ということをやってまして、で、まあ、それの延長ですかね。なるほどね、うん、じゃあこれは本を買うと
まあ、この中に123本の、まあ、動画素材がありまして、まあ、これを好きに使ってくださいと。なるほど。でそれで書いてあるんだ、帯に。そうそう、最近多いもんね、ニコニコ動画とかね、ね、そうだからニコニコ動画とかで例えばそのボーカロイドを使って曲は作れる、あとイラスト描いてくれる人はまあいるには いるんだけど、それをどうしたらいいかわからないと、とりあえずまあ静止画でアップしちゃってとかっていう人が多いので、まあそういう人にまあ使ってくださいと。なるほど、という感じですね。なかなかね、そう作れないからね、アップルループみたいなもんだ。まあそう、まあそう ね、感覚的にはそういう感じ。なんとこの PV に使われてるような素材がいっぱいあるから、普通にこの PV みたいな感じで作れるっていうか。なるほどね、作ってる人が同じ人だから。あ、そうですねそうかそうかそうか、僕も作れちゃうかもしれないですよねこれがあったらなるほどね、それ面白いですね、ぜひですね、映像やっててヒントが欲しい人はお買いください、本屋さんに行って。まあ、3000円切ってる値段なんで。なんていうんですか、動画素材。動画素材123。あ、123、はい、ということです。2800円プラス税。プラス税、ぜひチェックしてください。今日来ていただいたアビー、現在3枚、オリジナルが2枚と、あとリミックスが1枚、発売中でございます。あとはイベントを最近。そうですね、 DJ を結構最近ガンガンやってる感じですかね。この前仙台に、はい、仙台行ってきましたね。行ったということで、はい、今度は名古屋でした。今度名古屋行きます ね。東京は、東京は一応自分のレギュラーパーティーが、はい、新宿音で、はい、音ってとこで、奇数月の第3土曜日、はい、毎月っていう奇数月で2ヶ月いっぺんなんですけど、やってるんで、東京だったらそれがメインですかね。なるほど。あと誘われればあちこちやってますけど、結構あのプラグインとかって、まあ、話戻っちゃうみたいだけど、プラグインとかって買います、最近は買わないですけど、一時期やっぱどうしても 音が一番でかいなって思ったんですね。この例えばシンセの1個の音でも、いい音だったらもう一発でかっこいいんですけど、それを見つけるのとかが大変で、やっぱそういうプラグインとかでやると全然音よくなるんで、そのロジックの中に入ってるだけじゃなくて、結構バーって買ってましたね、一時期。なるほど。今はもう満足してるんで、あんま買ってないですけど、まあ、それ大事かなって感じしますね、やっぱシンセとかもやっぱいいものはいい音しますから、そうだよね、音からインスパイアされたりとか、全然それでかいですね。今日見てくれた方はね、少しでもいろんな話の中にヒントがあったと思うので、ね、良かったんじゃないかなというふうに思ってます。では、最後にですね、アビーさんせっかく来ていただいたんで、こうクリエイターの卵は見てますので、なんかこう、簡単にメッセージと。メッセージですか。まあ、今後のアビーの抱負的なものがあればどうでしょうね。まあもう本当さっきも言ったように、やる人はもう何も言わなくたってやるし、やらない人はもうやめちゃうんで、だからまあ本当に頑張ってくださいという感じですかね。僕も一緒なんで、本当に学生さんの人と全然変わんないっていうか、常にやっぱなんかをこう自分で、そうですね、探してるというか、ね、探してますね、もちろん。それ中心にやってるし、まあ、本当なんかこう自分のその理想に思い描けたもの、こう思い描いたものを作れるようになるようにもうずっと努力するっていう。でも本当今でも僕もそうですし、簡単になんか結構作れないんで、やっぱそれをちょっと頑張ってやってもらいたいなって思いますけどね。いい言葉です。さあ S さんはどうですか、映像。映像はまあその使うところが多分いろんなところで増えてくるから、まあこのニコニコ動画とかでアップしている人たちもまあ素材使って自分で組み立ててやったりとか、いろいろやってはいるんですけど、なんだろうな、まあプラグインとかやっぱこういうアフターエフェクトとか使う世界でもいろいろ使ってる人はいるんですけど、そうではなく、なんかもうちょっと自分のセンスというか持ち味というか、そういうところを出して、なんかオリジナルな部分でもうちょっとやっていただきたいなっていうのはあるかな。そこをちょっと超えると多分プラグインを使っても自分オリジナルのが出てくる。
これあの僕たちあれですね、多分さちょっと先を走ってるだけでみんなと一緒にこうレースしてる感じなんですかね、うん、そうですね、クリエイターってね、はい、それがね続くんじゃないかなというふうに思います。でも本当に実際に現場でこう活躍されてる方に話を聞く機会があまりないので、今日はもう本当にありがとうございました。 ありがとうございました。またちょっとゆっくり、ね、うん、そうですね、はい、今度こう飲んだりとか飲みながらとかですね、映像がない感じでもいいですけど、はい、また機会があったらぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございます、はい、ということで今日は、トラックメーカーアーティストのアービーと、モーショングラフィックデザイナーのエッサ、招いてお届けしました、クリエイターズライフノートです。見てくれてる学生の皆さんは、今日2人が言ってくれたことを、こう胸に刻んで頑張って勉強してくださいって、なんか先生っぽい感じで、お別れしたいと思います。今日は本当どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。